そうだよ、すぐそこで、駅前だよ、うん、始まった。ツイッターだ。どうも、いらっしゃい、楽しんでってください。ツイッターできてるかな。よし、OK。 みんなありがとう、来てくれて。新しいフォロワーさんがいるので紹介していきたいと思います。ですね、新しいフォロワーさんが、3名かな。タカさん、ボタンさん、ゴンタさん、フォローありがとう。ユウくんフォローありがとう。ピンクさんフォローありがとう。ありがとうございます。みんなワトツクッキープレゼントありがとう。アイテムありがとうございます。アイテムありがとう。あ、ギターだ。ギター。ギターある？ギターする人がいる。ほら、嘘、本当に？ギター見よう。ギター見ようか。湘南さんはどっちいらっしゃい。あ、ギターやるんだね。はい、はどっちいらっしゃい。イエーイ。カメラ OK ですか？ OK。 ちょっとストリートミュージシャンの方いらっしゃるんで、ちょっと見てみましょう。音聞こえたら教えて。音見えたら。はい、わたついらっしゃい。いいね。ね。Let it snow, let it snow, let it snow. ギターかっこいいな。使い込んでるな。今度は俺のバッグから小銭出して。あ、何回やる？まあ、ポッキーあるね。気持ちだから。うん。気持ち気持ち。10円とかあるんだ。余ってるね。負けたね。いいね。クリスマス。クリスマスよね。ここ右ね、ありがとう。一曲聴いてこう。はい、ワトツ。イエーイ。ありがとうございます。じゃあ、じゃあ、いこう。If you want a card, I have a card. I visit online, you can listen to it. 頑張って。Bye. ありがとうございます。こう。クリスマス。ここ右だからこっちだね。はい、どうも皆さん、ワトツでーす。ワトツストリートミュージシャンのライブでした。高円寺はね、ミュージシャンのメッカだからね。見えてますか？聞こえてた？前回ね、爆音で聞こえなかったって言われたかもね。なんかワクワクする。あったあった、無限堂あった。でもここお店どうなんだろうな。あ、でもシャツとかいい。
シャツとかめっちゃいいんだよ、ここ。ちょいいでしょ。多分ね、ここでね、配信したら迷惑になるんだよな。一回切った方がいいよね。ちょっとここは配信的によろしくないから、お店の中は。後で見るわ。場所はとりあえず把握した。プラプラ、配信で回せるところから回るわ。ありがとう、教えてくれた人。やっぱね、店内ね、配信ね、していい雰囲気とダメな雰囲気、だんだんわかるようになるから。この辺は大丈夫だね。そう、こっちの方行こうか。やっぱね、リスナーさんはね、見れないと面白くないからさ。おー、すごいね。マヨハム？ハムマヨチーズ。お好み焼きたい焼きとか。うん。お、なんか、いい感じの。いい感じだね。はい、ワード2、見えてる？みんな。おー、古本屋。かっこいい。かっこいいね。ただいまの料金5000円。こういうお店もあるんだね。おー、ピンク系のお店。見えてる？オッケーオッケー。ピンク系もあるんだ。知らなかった。皆さんこんばんは。ただいまですね、高円寺を彼女とデートで歩いてます。楽しんでってください。なんか雰囲気いいね。いい感じだよね。あ、ケーキ美味しそう。かわいい。ね。あ、もつ鍋。もつ鍋。でもお腹いっぱいだよ、俺。うん、お腹いっぱい。コーヒー店だって。ただいまの料金5000円。道島の犬いらっしゃい。いや、プラプラね、散歩しようって言って、デートしようって言って。ノンプランで、さっきね、ハンバーガー屋さんでね、ご飯配信やってたんですよ。これなんだろう、輸入雑貨みたいな。イオンリカーだから、お酒屋さん？リカーはお酒だから。うん。お酒屋さん。かっこいいね。え、これ美容室なんだ。美容室のこの赤と青って何の色か知ってる？これ床屋さんあるじゃん。モンタ知ってるよ。モンタ知ってる？みんな知ってる？この美容室の赤と青。何を意味するのか。彼女だよ。うん。ノンタン。そうそう。ノンタンでも顔アップであんま映んないもんね。珍しいもんね。生ポンさんいらっしゃい。みんな知ってる？そうそうそう。静脈と動脈なんだよ。美容室で血を抜いてたの、昔は。体にいいってことで。そうそうそう。みんな知ってるか。そうです。いいね。こっちにちょっと住んだらいいかもね。いいよね。いけそうある。沖縄だって今。沖縄。沖縄居酒屋。こっちの方古着はないのかな。セルフ焼肉だ。おお。セルフ焼肉できるんだけど。嘘。何セルフ焼肉。え、焼肉って自分で焼くのが普通じゃないの？わかんないけど。逆転の発想だね。あえて言う。あえてセルフをアピールする。かな、うん、入りやすい。ああ、なるほどなるほど。海鮮っていう海鮮。あ、いいなー。ああ、いいね。買い物うまいよね。魚介系。タッチビ。ああ、かわいいね。あ、ノンタンああいうの似合うよ。うん。ああ、かわいいかわいい。見て見て見て。レトロレトロ。わ、超かわいい。こういうお店好き。なにこれ。いいなー。カメラとかさ、古い。ほら、いいね。いいね。ライトかわいいね。これいくら ?8900 円 ?3900 円か。服とかこういうの似合いそうなんだ。うん。いいね。服屋さん多いから楽しいよね。かわいい服もいっぱいあるよ。なんだここ。すげえな。うん。楽しいね。あ。ケーキ屋さんも結構あるんだね。うん。おしゃれだなぁ。いいなぁ、うん。みんなおしゃれだよ。街の人たちがね、おしゃれ。やっぱ誰が住んでるかだよね。どういう人が住んでるかで街の空気って変わるよね。猫、何ここ？かわいい。怖い。うわ、
怖い。てかあの小さい方の人形すごい怖くない？高架機動隊みたい。すごいね。ここは何だろう、服屋さん。服屋さんがやっぱ多いのかな。美容師、美容院。え、これ美容院なの？すごいな、服屋さんみたいだね。うん。すごいね。文豪が飲んでそうだよね。すごい楽しい。そうだよね、やっぱ雰囲気がこう似てる人が密集してるから、あのそういう街の雰囲気みたいなのが出来上がってくるんだろうな。ここ何屋さん？フルボンコーナーもあるよって書いてある。何屋さんなんだろう。え、何屋さんなんだろう。演劇で、いや、いろんなの入ってますね。舞台かなんかですか？ゲスト？イベントを、はい、あ、頑張ってください。イベントハウス、うわ、何これ、すごい、何これ、未完成、何ここ、すごいね。見たい、うん、すごいお店、かっこいい、うん、ねえ、いろんなお店あるね。地方のシャッター街も昔はこうだった。そうだろうね。あー、家具だ。家具好きなんだよね。あ、いいね。あれ、椅子。え、3800円だって、一人買ったソファ。1500円だって、あれ。あれ、1500円だって、安っ。え、超いいじゃん。マネキンいくら？1万5000円。5000円。パコツ、大輝さんいらっしゃい。すごい、面白いね。うわー、あれかっこいい。あれかっこよくない、あれ。え、あれ欲しくない、飾りだな。え、いくらあれ ?5800円。え、あれ超欲しい。うわー、宝物いっぱいあるね。ああいうのでね、なんか、揃えたいよね。スケボー1500円だよ、なんか。うん。楽しいね、うん。すごい、いろんなのがある。はい。あ、どうも、あ、ありがとうございます。あ、頑張ります。あ、こてはん。多分、コメントしてないので。あ、本当ですか？ありがとうございます。すいません。リスナーさんがいましたよ。めっちゃ綺麗な人だね、うん。うん。やっぱ和道リスナー美人しかいないからね。すごいおしゃれでした。高円寺って感じの。高円寺って感じ、素敵なお姉さんだったね。みたいな感じ。芸人さんは近くねえか。ディスでしょそれ。舞台女優さん。ああ、そうそう、そういう感じのなんか綺麗な顔した。あ、大丈夫、うん、ねえ、うん、やっぱ世界の和道だから、やっぱりデイビッド・ベッカムと同じぐらい知名度を持つと言われてる男だからね、うん、デートですよ、楽しんでって。500円、覗こうぜ。あれはもうデートですか、ね、うん、500円だ。すごいすごい。ちょっとここなら、ここ見たいね。っていうか、店入りたいよね。うん。かわいいかわいい。お、かわいい、似合う似合う似合う。いいよ。それ500円なら買いじゃない？ 500 円なら。これいいじゃん。かわいいよ。あ、長いか。あ、じゃあ持ってくる。うん。ここで終わりなんだって。この通りで終わりなんだって。そうなんだもん。うん。ここが、あ、ほんとだ。商店街、ここで終わりだわ。うん。綺麗な人だったね。綺麗な人だったね。ね。女優さんみたいなね。うん。買ってあげるよ、じゃあ。うん。うん。プレゼント。どれ？あ、かわいいね。とメンズかな、それ。フクロウカフェあんの、されないようにね。あ、ちょっとでかいな。まあ着れなくはないけど、ちょっとでかい気はする。ちょっとでかいよね、これ。こっち側にもあるよ。うん。これ俺似合わない、これ。これ絶対似合うよね。疲れないように。うん。
のはさ、うん、でもこれかっこいいよね。こういうのもほら似合う。え、これ1000円これでもちっちゃいから。うん、かわいい、かわいい。この人がピタピタに着る感じかな。そうだね、袖が長いから。うん、これいい、これ良くない？いい。これちょっと引きになってみて、その辺。ああ、引かれんだよ、左。これどうかな。いい。これどう？これいいよね。これ買おうかな。うん、これかっこいい。これ買おう。ちょっと店員さんに羽織っていいか聞いてくるわ。うん。ちょっと持ってて。すいません。メンズか、これは。これさ、1000円だったら安いよね。めっちゃかっこいいんだけど、これ。え、靴もかわいい。靴も売ってんの。いいなぁ、メンズの店だな。ちょっとカメラアングルとか気にしてくださいよ、ちょっと。もうちょい上、上、上。角度が上、上、上。あ、すごい、いい、かっこいい。絶対いいよね。うん。いいよね。これ買いでしょ、1000円なら。似合う。いいよね。もうちょいね。うん、もうちょいね。どう？かっこいい。似合う、似合う。いいよね。うん。うん、どうかな。あ、お腹が。あれ、あれ。入んないんじゃないの？大丈夫かな？ちょっとバリバリブリってなる。面白いね。あ、細くなった。パツンパツンだけどいいかな。うん、これ買いじゃない？開けて着れば。開けてきた方がいいよ、うん。開けて着ればなんとか。これ好きだよ。どう？買い？なんで笑ってんの？全員爆笑してんの？ちょっとバツンバツンだったからだな。バツンバツンだったから、うん、似合う？これ買うわ。これ買い。これ買います。これ本当に1000円な？ 1000 円って書いてあるよね。1000円。安っ。え、メンズこれ、全部。メンズかな？いや、でもね、男物ばっかりで。さっきのセーターも？いや、別に男物でも女物でもいいんだよ。似合えば何でもいいんだよ。カメラマンさん、うん、めっちゃ似合ってる。買うわ、これ。安いね。痛い、寒い。寒いけど別に春先にでも着れるじゃん。ちょっと、何や、持ってこう。ノンタンはボタッと、うん、ノンタンはふわっと着ても可愛いよね、絶対。うん、これ買う、俺。これ、どう？これ買ってあげるよ。のんたんかわいいよね、これ。のんたん絶対似合うよね。どう？みんな。のんたんセーター欲しいんだって。これかわいいよね。いいじゃんって。袖さ、長くてもかわいいじゃん。女の子なんだから。じゃあそれ買ってあげる。やったー。うん。よし。じゃあちょっと買ってくるから待ってて。お願いします。場を繋いでて。場を。店内撮影はね、やっぱ良くないですか。店内撮影はね、ちょっと買ってきます。今の時期、デンジャラスなんで。和道さんが今買いに行ってくれてます。買ってもらいます。服を買ってもらいます。セーター買ってもらっちゃった。うん、元気だよ。くみたん。くみたんいらっしゃい。うん。
あ、車気をつけます。一応白線の中なんで大丈夫です。車はなんか狭い通りなんですけど、車の通りが激しい。人が映らないようにしたいんですが、なかなか映っちゃう。こんな感じにしとけば映んないかな。こっちにしとけば映んないから大丈夫。口上げになっちゃう。これで今人が映んないんで大丈夫です。デート配信ですよ。ありがとうございます。なんか車がいっぱい来る。すごい車だ。おっとっと、映っちゃいます。他の人はね、映んないようにと頑張って端っこの方に今います。あ、はい、ありがとう。はい、じゃこれは持ってる。これをあれに入れて。はい、車の通りが多いからどっかこっちが行こうか。気をつけて。何が？デート配信見てるこっちが幸せになる。楽しいね、デートね。のんたんは10年ぶり、俺は3年ぶりの春ですから。どう？え、何やってんの？違う、ボタンを押すんだよ。ここに、あれ？何？え？何やってんの？あ、閉めてんのか。車にか。これを、じゃあ、これがね、ここを引っ張ったらダメなの。あ、やっぱ閉めらんねえか。違うんだよね。ここをね、まっすぐピチって伸ばして、こう。え、ていうか、ちゃんと収納した？うん。やってんじゃん。うん。カバンが使い勝手が悪いんだよね。いや、俺やるわ。うん。はい。持ってて。これを、うん、これがね、ずれちゃうの、うん、ここ引っ張るとこれがずれるから、うん、ここをまっすぐにして、うん、で、はい、デザインだけどね、機能性は、はい、OK です。 OK です。はい、一発です。よし。よーし。服ゲット。服ゲットしました。1500円で2着買いました。1500円で2着。さっきの黒いのかっこよかったよね。かっこいい。かっこいいよね、あれ。あれは買いでしょう、1000円で。じゃあ、商店街戻ります。ここおしゃれ。あ、のんたにああいうの着てもらいたい。ああいう、そう、綺麗。可愛いじゃん、すごく。綺麗ですね。もう、1960年代の、はい、こう昔のコートっていう感じの。はぁ、かわいい。あ、でも背低いかな。いや、全然大丈夫です。大丈夫ですかね。細い方だったら。へぇ、うん、すごい。着てほしいのね。うん、かわいいですね。いいでしょ。はぁ、すごいなぁ。あ、もう終わりなんですか、お店は。いいえ、もううちは12時までやってます。え、夜の、あ、そんな中でやってるんですか。夜は外来るお客様がいらっしゃる。へえ、ちょ、店内見てもいいですか。あ、いいですよ、どうぞ。はい、あの、僕、あ、ごめんなさい、インターネットで生放送やってるんですけど、店内映したらまずいですよね。あ、いいですよ。いいですか。宣伝していただければ。あ、本当ですか。じゃあお店の名前、ちなみにオーナーさん、プリマベーラです。プリマベーラさんに今からお邪魔。あ、ごめんなさい、私もそう。これは映さない。プリマベーラさん、ちょっとお邪魔します。ちなみにこれいくらなんですか。これがね、30分オフで、はい、結構3万ちょっとです。あー、わー。ちょっと見せていただこう。お邪魔します。
すごいね。でもいやデザイン超かっこいいよ。ふんふんふん。お邪魔します。ほほほ。すごい。それは子供用ですか？それは子供用です。綺麗。すごいね。すごい。ノンタンに似合うアイテム探そう。絶対似合うよね、ノンタンにね。すごい、昭和のね、なんか、モダン、なんて言うんだろう。モダンな感じっていうのかな。こっちは違うのかな。すごいおしゃれ。かっこいいなぁ。はい。プライベートルームな感じなんですか。そうですね、ちょっとね。ああ、すごいですね。お店と一体になっててかっこいい。いいな、うん。絶対似合うよね、さっきのコートね。ね、うん、あれね、あと着ていただけるかって言ったら本当に。はい。男の人が好きなのよね、ああいう感じでね。あ、好きですね。なんかこう、オードリーヘップバーンとか着てそうな。はい。かわいい。そう、おしゃれ。一点一点。どれ？かわいいね。すごい。なんかピアス開いてるの？うん、ある。ある？すごいおしゃれ。うん。他でなんか見られないような珍しいですね。うん。カバンが素敵ね、真っ赤だからね。あ、これですか。はい、最近買ったんです。いいですね。ありがとうございます。これはね、19,800円。カバンでした。おしゃれ。すごいおしゃれそれ。ピシッとしてね。黒の服着た時最高。かっこいい。こんなデザイン見たことない俺。すごいね。スニーカーでブーツみたい。へぇ、すごい。うん。セレクトショップで。セレクト、もう何年ぐらい？いやぁ、はい、綾瀬でずっと6年やってて、はい、そこはちょっと立ち退いたので、こっちに去年。はい、去年なんですね。へぇ。珍しいものがたくさんあります。ねぇ、すごい。すいません、ありがとうございます。かわいい。何それ、フェルト？すごい。かわいい。すごい。ありがとうございます。すいません。なんか今日ね、はい、ちょっと撮ってましたね。そうなんですよ。撮ってた？テレビ？テレビじゃなくて、インターネットで、うん、僕ら、うん。あ、そうなんですよ。行ったり来たりしてるみたい。そうなんですよ。インターネット生放送をずっとやってて。で、なんかいろんな街の、こう、さっきもハンバーガー屋さんで、ちょっと店内でお食事とか、なんかこう、素敵なお店とか見つけたら、ちょっと紹介させていただいてるんですよ。はい、ありがとうございます。すいません。かっこいいお店。高円寺。みんな、プリマベーラさんです。プリマベーラさん。すごいセレクトショップでね、すごいかっこいいよ。いい感じ。かわいい。すごい可愛いよね。女の人とか憧れるんじゃない？ね。いい感じです。すいません、ありがとうございました。うん。かっこいいお店いっぱいあるね。ちょっと高級でした。ちょっと貧乏人の僕にはちょっと手が出なかった。申し訳ない。ただ本当にいいよ。めちゃめちゃかっこいいよ。お金持ちの人はね、買いに来てください。セーター200円。すげえな。価格差がすごいな。向かいの店200円だからな。いや、いろんなお店がある。240名さんいらっしゃい。みんなね、優しい人多いよね。こういう、個人でやってて。上のさ、電球みたいなあれ、すごかった。ちょっと、車。ああ、引かれる。すいません。どれ上の電球？電球。お？どれ？うわぁ、かっけえランプ。ペンダントライト。うわ、超かっこいいじゃん。あんなんでね、部屋照らしたら超かっこいいよね。いいね。いいね。いいね。かわいい。かわいいね。すごいな。うん。こんにちは。はい。はい。なんか。かわいいんで、いやいや、普通になんかいいよ、あれなと思って。はい。あ、これ楽500円。楽500円。すごいな。この数がいいね。吉祥寺も楽しいんだ。
この家具も安いよね。うん。うん。あ、かっこいいね、あれ。うわ、超かっこいいわ。いいね。それ2000円だったよ、1個で。うん。お店とかで使うカウンターだね。高ソファー3800円、安いよ。シングルソファー好きなんだよね、俺。うん。今、フクロウ釣れた、嘘？え？フクロウ？なんかこの辺にフクロウカフェがあるんだって。え？フクロウカフェが、嘘、フクロウ見たかった。え、フクロウ釣れた人いた？もうでも随分向こうに行っちゃったんだよ。え、たった今？ラグどれくらいあるんだろう？ちょっと5秒後に手を挙げてください。5秒カウントします。5、4、3、2、1。手挙げお願いします。1、2、3、4、5、6。6秒ラグだよ。ラグは6秒。え、見てないよね、フクロウ。え、フクロウ超見たかったんだけど。どこにいた？ 6秒ラグだったらそんな、いなかったよね。全然気づかなかったんだよ、俺ら。フクロウカフェとか超行きたいよね。うん。ありがとう、みんな手挙げてくれて。ラグは6秒です。うん。ラグは6秒です。いや、楽しいわ、高円寺。すごいね。ここはちょっとまた来て探検しないと。探検したいよね。そうなんだよ。配信があるとさ、やっぱさ、お店明らかに撮影ができるところと撮影できないところをさ、あるからさ、そうなんだよね。本当にさ、リスナーさんにさ、見せてあげたいのって撮影できないところとかが多いんだよね。ごめんね。なるべく頑張るんで。なるべくお店の人に交渉するんで。そう。なんかね、どっかでね、おでんツンツンするバカとか、牛丼のトングかき混ぜるバカのせいでね、肩身狭いんですよ。ちゃんとクリーンな配信やってても。でも雰囲気伝わるでしょ、商店街でも。商店街でもね、結構雰囲気伝わると思うよ。3人ぐらいで白色のポニーテールのおじさん？ 3 人ぐらいで白髪のポニーテールのおじさんがフクロウを連れているってさ、絵面的にめちゃめちゃ面白いでしょ。どういうこと？うん、フクロウより面白いでしょ、それ。何それ、白髪のポニーテールの3人組のおじさん、フクロウ。いなかったね。いなかったよね、そんな。ああ、いいなあ、かっこいいのばっかり、こういうところで住みたい。欲しいのばっかりだよね。宝物がいっぱいだよね。アマゾンには売ってないよ、ね。どこのハリーポッターだよな、うん、取材する、追っかける。そんな面白いおじさんね、絶対、絶対映して、ハリーポッターの世界だよね。フクロウカフェのマスター？フクロウカフェっていくらなのかちょっと検索してよ。フクロウカフェ。そのフクロウカフェのマスターに会いたいんだけど、俺。ダメかな？うちはフクロウだけでやってんだよって。カメラなんか回させねえよってなるかな。そう。有料だからよって。いや、別にカフェ代ぐらいなら払うけど。いくらなんだろう、フクロウカフェって。面白いかな。でもリスナーさんにさ、ほら、面白さが伝わらないんだったら意味ないから。入れないとね。入れないとやっぱ。入れるんだったら全然カフェ代は払うけど、こっちは配信で飯食ってんすよってなっちゃうから。俺だってフクロウ一本でやってきたんだよ、この野郎ってなったら、もう血で血を争いになるから。全勝グループ VS 闇将軍みたいになっちゃうからね。フクロウカフェ行ってみたいね。鳥好きだからね、俺ら。動物好きだから。こっちなら1000円くらい。いやいやいや、東京そんな1000円で飲めないよ。フクロウ。フクロウですから、なんて言ったって。かわいいね。かわいいね。ちょっとかっこいいな。なんかみんなね、ここの街の人おしゃれな人ばっかりだね。おかちゃんいらっしゃい。大型のフクロウだったからインパクトすごかった。だって俺配信やってんで気づかないことなんてある？そんな大型のフクロウ連れてる人なんか見なかったけどな。マジか。絡みたかったぜ。フクロウカフェ絡みたかったよ。ねえねえ、おすすめのこういう商店街みたいなの他にあるんすか？
リスナーさんで高円寺住んでるとか高円寺詳しい人教えて、なんかこういう通りみたいなのまだない、もうクリアしちゃった、旅配信高円寺編みたいになってるけど、でもさこういうのを世界中でやったら絶対面白いと思わない？絶対リスナーさんに需要あるよ、全国の街でさ。お、まだ引いてる。カフェ、ブローンってところはアイスコーヒーシングル150円。おー、みんな撮ってるね。お、やってるやってる。どこら辺行ってみようか。人だかりになってる。うまいよあのお兄さん。どうしようか。あ、向こうにもあるよ、ほら、純情商店街だって。純情商店街行こうか。じゃあどれくらい純情なのか見させていただきますよ。俺の方が純情だから、うん、ねえ、純情商店街って書いてあるから。俺は純情でもう31年やってきてんだよ。お、野菜だ。盛り上がってる。盛り上がってるね、すごいね。純情商店街、バル商店街、ルック商店街、いっぱいあるんだって。商店街がやべえじゃん。じゃあ純情商店街の方行きます。すごいね。いいよ、夜中やってあげるよ、うん、夜はのんたんの髪の毛切る配信だから。アーケード抜けた先にも古着屋がある。へえ、すごいね。高円寺めっちゃ楽しいじゃん。すごいな。ねじめ正一の、高円寺純情商店街とかいう小説がネーミングのもと。へえ、じゃあ今から純情商店街の方でいいでしょうか。こっちが行きます。リスナーさん、こちら行きますね。純情商店街に今から突撃します。安い、カラオケが全然違う。安い。のんたん記念撮影して、え、キャプチャーしてくれるから。最近ね、キャプチャーしてくれるリスナーさんがいるから。今から純情商店街に行きます。ちっちゃいな。小学生みたいなもんな。ちっちゃいおばさんでしょ。ちっちゃいおばさん、ちっちゃいおばさんいるんだけど。ありがとう、のんたん。のんたん、ちっちゃいなぁ。のんたん、パーマしても。のんたん、うん、俺あんまパーマ好きじゃないんだよね。うん。賑やかだね。そろそろ僕もね、たま、え、かわいいよね、のんたんね、うん。ちっちゃいおばちゃんだから。高円寺ラーメン屋も美味しいところ。あ、そうなんだ。ラーメン強いんだ。綺麗だね。じゃあのんたんに花買ってあげようか。あー、大変か。そうだね、どうせ荷物持つののんたんだからね、うん、こっちのはなんか普通の商店街って感じだね。そうだね、なんかこうスーパーっていうかね、うん、まあそれでも楽しいよ絶対。いいね、こういうところに住みたいよ。素敵な人がいっぱいいるね。そうだ、俺も旅配信用に靴を購入しないといけない。お、なんだこれ、メイド、あれか、古着屋だ。あ、ここ来たことある。古着の通りだよ、ここ。奥の方に行けば行くほど古着いっぱいあるから。ここ来たことあるよ。見る？帰り見ようよ。うん、あの配信切って2人でデートしよう。いっぱい美味しそうだね。スニーカーかブーツか迷ってるんだよね、正直。うわ、のんたん洋服の青木がある、綺麗ってならないわ。どこにでもあるわ。楽しいよね、ウィンドウショッピング大好き。超楽しいよね。ねえ、楽しいよね。パチンカスの血が騒いだ。出ないの。お、串カツ屋さんがある。あ、串カツ食べてみたい。ねえ、串カツ食べたことない。俺大阪配信で食べたよ。いいな、うん、美味しかった美味しかった。安くてうまいんだよ大阪。お魚、お魚だ。この辺は食い物系もいっぱいあるんだね。楽しいよ。うん、ねえ、何これ、オルビタル自転車買い取り。空気入れてる、空気入れてる。
空気入れてるの、びっくりした。なんだ、肉屋さんだ、すごいね、かわいいね、楽しいね、高円寺本当に普通の商店街って感じだね。いいね。古着たくさん、反対側、反対側行くんだ、古着系がいい。どうする、今何時、まだ5時だよ、5時半だよ。うん、古着って何時ぐらいまでやってんのかな。てかあれでしょ、ぶっちゃけ歩き疲れたんでしょ。うん、そうなんです。どっかでお茶しようか。歩かないものなんで。うん。スーパーニードだからね。お、楽器の音がした。あ、これリスナーさんにもらったやつだ。あ、違うわ。これじゃねえよ。これの大きいやつじゃないの。そうそう、あれに似てるやつ。20時くらいまでか。じゃあまだ見れるか。うん。さあね、のんたんがね、今、足がくたばってるから。浅井さん風に言うと、のんたんの足がくたばってしまっているから。あ、ねえ、あれ猫のあれじゃないの？うちだ。猫のお家だよね。うん。もうちょっと行くと左手に、かわいいドーナツ売ってる？ドーナツ食べる？お腹は？でもさっき甘いもの、アップルパイ食ってたからな。ホットアップルパイ食べたんで。うん。のんたん大盛り2杯とか普通に食うようになってね、最近激太りしてんだよね。それそうだよね、俺が17キロ、ね、17キロ太る勢いで食ってんのに、のんたんついてくるからね、すげえ食うんだよ。和田さんとご飯食べると美味しい美味しいって、ここだ、ここだ、ここだ。かわいいじゃん。ここだ。あ、ごめんね。美味しそうじゃん。ここだ、ここでしょ？ここだ、多分。これリスナーさんが教えてくれたやつだよ。これだよ、多分。あ、これ。うん、あ買って帰ろうか。買って帰る？あとで買って帰ろうか。無添加だって。はい、絶対いいじゃん。お家で食べよう。ねえ、帰り買って帰ろう、ここ。お家で食べよう。うん。あ、ごめんごめん。そこだ。ありがとう、ボタンさん。ここだよね。詳しい人がおる。うん、ロマンさんいらっしゃい。あ、沖縄そばだって。沖縄そば。俺さ、ほら、ばあちゃんが沖縄そばめちゃめちゃうまいから、うん、そう。食べとくつない。ソーキそばはね、なんて言えばいいんだろう、塩そばみたいな感じだね。あ、自販機がある。なにこれ、なんだ、仙台納豆だって。納豆の自販機だ、すげえ。納豆の自販機、うん、すごいね。納豆ドーナツ、納豆ドーナツとかあんの。あ、買う人いるみたいよ、もんた。はい、うん、納豆の自販機すげえ、納豆ドーナツだって。そうだね。なるべく商店街だから。すごいな。黒柳さんいらっしゃい。かわいい。うん。花屋さんも多いね。いいね。おお、なんだろうこれ。ここ、ちょっとかっこいいんだけど。2500円だ、マネキン。マネキンを最近、でもね、スケさんがいるからね、俺の家に。スケさん買っちゃう。これなんだろう、バイオリンかな。これ何この中の小さい。ウクレレかな。ウクレレですか。へぇー。ちょっと見ていいですか、中。飲んだカメラ。これウクレレですよ。へぇー。ウクレレやってるんですか。いや、特にやってるわけないんですけど、かわいいね。こっちの方が多分いいですよ、全然。はぁ、実用性があって。こっちはもう古すぎて、はい、もうダメですね。なるほど。手入れが必要で。へぇー、すごい。ケースが付いてるから、じゃあ、ちょっと高いんですよ。すごいなぁ。かっこいいものいっぱい売ってるなぁ。こたつとかも懐かしいもんね。すごいなぁ。うわ、すげえ、ウルトラマンだ。ウルトラマンがあるよ、飲んだ。あ、すごい。すごいね。これはちょっと、レアだよね。買えないお値段ではないんですけど。10万とかすんだよ。もっと高いです。もっと高いですよ。プレミアですよね。
30万。30万しますよね。あの辺のペコちゃんだかも高い。すごいね。30万のウルトラマン。ありがとうございます。ありがとうございます。すげえかっこいい。ウルトラマンのでっかいフィギュアが置いてあって、10万円ぐらいかなって言ったら30万円だって。あれでもそうだよね。超初期の、なんか、あれだよね。デートしたくなる配信。お、かわいいじゃん。のんたんもこもこ好きだよね。のんたんもこもこ大好きだよね。だから犬とか猫になりたいから。あ、そうなの。あ、やめたほうがいい、やめたほうがいい。ダメ。ダメダメ。それ似合わない。ダメ。俺、もこもこ系嫌いだから。のんたんのリアクションかわいいでしょ。あれ？もう終わりかこれ。終わっちゃったね。反対側の商店街って終わりにするじゃん。もう商店街こっちが終わりですね。タバコ吸いたよね。駅前行ってタバコ吸おう。とりあえず。どうしよう。戻る。戻ろう。なんとか屋に行かないといけない。あれ？大魔堂？なんだっけ？無限ハウス？なんだっけ？無限堂？なんだっけ？でもさ、これを買ったのは、俺1000円でこの服買えたの超嬉しいんだけど。物も良かったし、良かったよね。ハンバーガーは美味しかったし。やっぱ外出ると楽しいね。いっぱいいいことあるよ。バカプレゼントありがとう。あ、うまそう。超うまそう。あ、この瓶だけでもかっこいいよ。ねえ。あ、これにお金かけるかな？これにお金いいんだよ。リセリンでいいんだよ、俺は。バーガープレゼントありがとう。レクチョ前来たよね、高円寺ね。お祭りの時に。あの、高円寺でやってる、なんだっけ。そう。その時に来たんだけど、その時以来だね。お祭りの時とまた雰囲気違くていいね。懐かしいよね。やっぱ高円寺好きだわ。住みてえわ。高円寺最高だよ。うわ、アイスうまそう。うまそう、ね、美容室多いんだね、なんかお店がすごい多い。焼肉たまんねえな。お弁当屋さんだ。オリジンか。え、これオリジン。なんか買いたいものが増えちゃうよね。欲しいものばっかなった。物欲センサーをさ刺激するよね。なんか今まで全然物欲ないわとか言ってたのに、なんかいろいろ欲しい。わかる。いらないものをこう、いらないものをどんどん家に招きたくなるよね。おかしいね、なんか。おかしくなっちゃう。服はさ絶対使うじゃん。だから無駄じゃないんだけど、そう小物とかさ、あの棚とかさ、ね欲しくなるよね。スケさんなんかそう最たるものだよね。スケさん高いでしょあれ。スケさん5000円。高いよ。でもさあれさ、あの整体師が使ってる本格模型だから、あれ30万ぐらいするんだよ。まあだからなんだって話だけど。怖いわ、むしろ。ねえ、のんたん小さいからね、画面に映らない、なかなか。ワッフル？ワッフォー、ワッフォー。スイーツだね。楽しいよ。のんたんといるとどこ行っても楽しいけどね、高円寺は特に楽しいよ。いい街だよ。みんなおしゃれだし。今こっちから来たからこっち通ってみようか。オムライス580円だって。いいな、ハンバーグ食べたい。使わないものほど欲しくなるっていうのがね、不思議な原理なんだよ。土鍋欲しいもん。でも絶対使わないよね。その日こっきり。鍋やろうよ、全然。やるよ。ニット帽かっこいいでしょ。これリバーシブルだからこのニット帽。今日はね珍しくニット帽かぶりですよ。髪の毛セットしてないから。一人焼肉だ。うん。タバコ吸いてえなー。ねえ。早く駅でタバコ吸えるんで。うん。
のんたんいると配信華やか。なんかね、それよく言われるね。女の人がコメントしやすくなったって言われる。のんたんが映るようになって。昔は怖かったって言われる。焼肉だ。さっきから焼肉しか言ってねえじゃねえかよ。それをどう広げろっつうんだよ。焼肉屋が多いねっていう。ああ、そっかそっか。これ違った。なんだろう。周年でしょ？ほんとだ。おしゃれだね。手打ちうどん、いろんなのあるね。っていうかいいよね、個人の店で安いのいっぱいあるからさ、新宿とかさ、全然高いじゃん、一軒一軒。来やすいよね。おしゃれだなぁ。おしゃれだね。うん。なんだ、可愛いでしょ？ノスタルジックだよ。ノスタルジックだよね。うん。音声モコモコしてる？なんかさ、最近外配信パソコンでやると、なんか音声がこもるんだよ。今日の音声どう？みんなこもってる？音なんか水の中にいるみたいにモコ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 なってる？なってるかなってないか教えて。クリアに聞こえてたらそれでいい。うん、うん、クリアに聞こえる？大丈夫？何なんだろうな、あの不具合。回線の問題なんかパソコンの問題なんかちょっとわかんないんだよね。あ、聞こえてるんだ。あ、オッケーオッケー。じゃあよかったわ。大丈夫だ。うん？そうしましょう。大丈夫だ。なんか調子いい日と悪い日があるんだよな。原因特定しないと。なんか海の配信の時とかすげえモコモコ言ってたんだよね。せっかく機材に金かけてるからさ。気になるんだよね。靴のリフォーム、はあ、いいね、かっこいいね。かっこいいね。こもってない？なんか今日日曜日、土曜日、日曜日人少ないのにさ、いつもさ、今日閲覧ずっと200人超えなんだけど。やっぱ外配信需要あんのかな？あれこれどっちだ？ケンタッキーこっちか。またクリスマスお兄さんっていう。そう。旅はね、来年の3月ぐらいになるかな。ちょっとね、いろいろごたごたしてて、スケジュールが遅れてる。うん。ただ動いてるのは動いてるんだよ、準備に。ただね、なかなか動けなくて困ってる。うん、でも、ここに住んでたらお酒飲めるようになる気がする。あ、わかる。っていうか、あのね、この辺、高円寺とかに住んでる人とか、うん、中野の周辺で住んでる人ってみんな酒強い。ケーバブー。ケーバブー。あ、いなくなったね。ケバブあったね。ケバブあったね。あ、お兄さん終わったんだ。あ、今、コミュニケーション取ってる。じゃあ、あれだね。タバコ吸おう。はーい。タバコ吸おう。タバコ吸います。準備は大変なんだよね。そうなんだよね。物とかの準備じゃなくて、家とか家賃とかの整理とかですごい時間かかる。水とタバコ吸えるところ。へぇ、そうなんだ。はい、仕事行ってらっしゃい。頑張ってね。見てくれてありがとう。頑張ってください。お仕事頑張って。じゃあ、この6分で1回枠閉じます。この6分で1回枠閉じて、枠閉じますんでよろしくです。ありがとね、みんな。お店行って。ゲットーズは出ないでしょ。ゲットーズ毎日ライブしてるわけじゃないでしょ。ゲットーズってあのバンドがいるんだけど。ありがとね、みんな。楽しいね。やっぱ東京に住んでたらさ、やっぱこういう配信できるの強いよね。なんか、街ブラ配信。今度はあれじゃん、下北編もやろうよ。公園でかいかんな。だいたいでかいね。ああ
ほっこりした？はいはい。ハートプレゼントありがとう。20年前に高円寺働いて夏井。あ、そうなんですか。夏井っすね、それは。20年前とだいぶ様変わりしたんじゃないですか。変わってないのかな。どうなんだろう。変わってないのかな。駅前がだいぶ変わったんですか。へぇー。下北編、下北も結構好きなんだよね、俺。下北も好き。ただ、高円寺、よかった、来て。ほんと、いい街だわ。ほんとにいい街。うん。楽しいね。楽しいね、のんたん。楽しい。のんたんです。彼女です。34歳です。47か。47歳です。あ、ここなかったんですか？じゃあ、デート配信は以上で終了します。夜、家に帰ったら、のんたんの髪の毛を染めるのと髪の毛を切る配信をやろうと思ってるんで、切る配信を、夜何時ぐらいからかな？ 8 時ぐらいかな？帰ってから。夜帰ってから、白髪染めと、黒く染めるのと、俺が髪の毛カットするカリスマ美容師ぶりを発揮するんで、もしよかったら見に来てください。ありがとうございました、2000名の人。俺が切る。うん。切ってもらいます。俺がカットする。うん。うん、タイミングあったらまた見に来てください。フォローしてくれた人ありがとうね。みんなありがとう。Facebook とか Twitter もやってるんで、もしよかったら申請飛ばしてください。うん。Facebook は友達申請5000人まで受け付けてます。美容師じゃないよ、俺。うん。えっちゃんいらっしゃい。美容師じゃないけど、カリスマだから。うん。器用だから、何でもできると思います。何でもできまーす。お疲れい。うん。俺好みにカットしちゃっていいの？うん。あとで、月バサミ買おう。うん。うん。あ、ちょっと注文つけるかもしれない。うん。うん。のんたんお疲れだって。みんなお疲れ。のんたん大好きだって。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。また見に来てください。うん。スワッチのフォロー、ツイッターのフォロー、YouTube の友達申請、Instagram フォローバックしてます。ぜひぜひ、皆さんフォローよろしくお願いします。応援よろしくお願いします。来年はね、旅配信やるんで、日本全国、世界中回るんで、うん。また夜会いに来てください。お疲れ様。皆さんありがとうね。じゃあ、配信切ります。おつです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。